日本東京都品川区西五丹田西五丹田は東京都品川区の地名。現行行政地名は西五丹田1丁目から西五丹田8丁目までが設置されている。郵便番号は141-0031。東京都品川区の北部に位置する。町域北部から北東部は山手線の線路に接し、これを境に品川区上尾崎。 品川区東五丹田に接する。東部は品川区大崎に接する。南東丹は品川区戸越に接する。南東部は品川区平塚に接する。南部は品川区上原に接する。南西部は品川区小山に接する。西部は品川区小山台に接する。北西部は目黒区下目黒に接する。町域内を山手通り、国道一号。 東京都道、神奈川県道2号東京マリコ横浜線、首都高速2号目黒線、さらに山手通りの地下には、首都高速中央環状品川線が通っており、幹線道路が集まった地域でもある。五丹田駅付近や幹線道路沿いを中心に、ビルや商店など商業地が広がっているが、その他は住宅地となっている。住宅地の地下は、 2021年1月1日の工事地下によれば、西五丹田4276の地点で90万2000円平方メートルとなっている。伝承によると4丁目のカムロ坂は、歌舞伎や浄瑠璃の題目として、有名な白井ゴンパチ伝説に由来する。2021年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 バックは以下の通りとなる。長域内における鉄道駅として、東端に山手線、都営浅草線、東急池上線の五反田駅、北西部の西五反田5丁目に東急目黒線不動前駅がある。中央環状品川線の五反田で入り口が設置されている。また、付近の道路を走るバス路線も充実している。ありがとうございます。